諸君、エイドリアン・トゥース別名バルチャーの最新ニュースだ。どうやらこの空飛ぶ悪党はガンに侵されラフトの診療所に移されたって話だが、これにより間違いなく市民の税金が食い荒らされることになるだろう。疑問に思わないか？なぜそもそもラフトに診療所なんてあるんだとな。イカれた輩だらけの厳重警備の刑務所だぞ。病気なんてほっときゃいい。シビアかもしれんが、税金の支払いだってシビアだからな。はい、こんにちは、箱庭兄弟の忠則です。ラフト北部の状況を報告せよ。デーモンが交通規制地点ブラボーを攻撃、援護を頼む。挨拶しようと思ったんだけどな、今分かって、行くよ。なんだよ、そっちでやってよ。今挨拶忙しいんだからな。ここ戦場にするつもり。こんにちは。ウィン、じゃあどこが、はいはい、壁にくっついてなさい。終わり。助けてくれてありがとう、スパイディ。どういたしまして、おっかない兵士のみんな。こうしてまた大勢のイカれた仮面男たちが。じゃあ博士のとこ行くか。ちょっと時間空いたから何したか忘れちゃった。全部隊に次ぐ押し入り事件が発生中。治安悪いね、マンハッタンと治安悪いね。何、麻薬じゃないか。どうしたの、鍵落としちゃった。あ、なんか強盗。終わりだ、そいつだ、手が出せない。やめない、やめないよ。こう考えてよ、僕が邪魔してあげたおかげでケーキが短く済んだってさ。はい、ということで、んーしょ、このスレスレを狙う感じがスパイダーマンっていう感じがするよね。地面スレスレで。こちら西部の本部、ボスに中心拠点の状況を報告せよ。この上、ホックストロットに増援を襲撃を受けている。これ絶対ニューヨークには住まない。僕のあのさ、真下に住んでる人の迷惑だってわからないわけ。そうだよ、今博士がいるんだよ。なんか受けてる、なんかダメージ打てる。ね、いて、ちょ、いて、ちょ、ふざけんな、このタコ。ロケダン野郎め。博士、いじめられたよ。博士。なんか近所の悪いやつにロケットランチャーでぶっ飛ばされたよ。やば。服着たから余計弱くなっちゃうじゃん。まったく。どうも博士。いやピーター、すぐに行くよ。うわ、新しい機材だらけ。おう、ん？ウェブシューターって 3D プリントできる？今度試してみようかな。それ独り言じゃねえよな。大丈夫だよな、聞かれるぞ。下手したら聞かれるぞ博士に。お、ボイスレコーダー。私たちは手足の代用ばかり考え、切断された手足の神経をつなぎ、失われた機能を再生しようとしてきた。オートメイト。その代わりにこれまで見たこともないものを与えたらどうだ。脳内を再現するんだよ。生まれ持った体から我々全てを解放し、その代わりに脳の恐るべき力を解き放つんだ。なんかちょっとカルトじみた発言が目立ちますね。カルトと科学ってなんか表裏一体的な何かなんですか？なんか喋られるのある？よく深夜までラボで過ごしたな。博士がお菓子を買っておいてくれてさ、もっとチーズのやつ買っておいてくれればな。
この人に話すんじゃないの？ん？あれね。何？もう少しラボを片付けておかなきゃな。ん？これ？この機材どうしたんですか？いろんな人に土下座してね。金を借りた。また一からやり直すんだよ。なんか大変だな。だから今回は成功させてみせる。優秀なはずなのにな。まあでも名前からちょっとさせられちゃうからな。これあれじゃん。雪のとこに寝そべってやるやつじゃん。初めての志願被験者テキシドール5丁。オキシドール腕を失ったけど、ね、もう一度娘さんを抱きしめたいって。なんで自分で突っ込んでんね。オキシドール5丁。趣味は消毒ですなって。家追い出されちゃったし、ここに荷物を置かせてくれてよかった。ああピーター、スパイダーマンの敵を記録しているんだろう。してますよ。お、なんかすげえこの人ボルデモートに似てる。バルチャーが一番頭いい。バルチャーなんだ。まあ3回分の終身刑避けられるほどじゃないけど、それでも切れ者。バルチャーってあれだよね、ホームカミングのあのね、いろんなことやってた人だね。ギャングの用心棒から歩く戦車へ。これはライノ、ね、ライノが壊したビルの合計マンハッタン3個分はありそう。うん、アメージングスパイダーマン2の最後で倒すとこそら倒すところすら見せられずに終わった悪役ですね。でこの人はまあ一般人ですね。この人はスーパービランとの戦いはエレクトロが初体験だったな、ね、それまではかっこいいスーツ着た一般人が相手。エレクトロで全て変わったよ、うん、これあの誰にも誕生日祝ってもらえなくて、あの電気人間になった人ね。あ、これあのアメージングスパイダーマン2ね。これはそういえばスコーピオンに頭蓋骨の中身見せてやるぞって言われたっけ。こっちは映画出てないから俺知らないね。あいつマジやばい。まあという感じですね。オッケー。じゃあ一通り調べたかな。大丈夫かな。じゃあこのこれを一人で。まだ始めたばかりだ。実はあれから人工装具のあり方を考え直してみたんだ。体をただ元に戻すのではなく、前よりいい状態にすればいい。よし、これでうまくいくはずだ、うん、強化外骨格みたいな感じですか。いいかね。なんでそのアナログスティックのリモコンでそんな滑らかに動くんだ。ん？ん？どうした？どうした？平気ですか？くるくるしてるよ。くそ！すべてノーマンのせいだ！やつのせいで！ああ、ちょっと。キーボードクラッシャーだよ。博士の一票を失ったのは確実。すみません。つい空気を読まずに趣味の悪いジョークを。いや、うまかったと思うよ。今のはなかなか笑えたよ。私こそちょっと大げさすぎたな。なんだろう、オットって名前がつく人は気にせずに。不憫なんですか。博士は休んで、僕が片付けと次のテストの準備をしておきます。めちゃめちゃ根に持ってる。聞いてもいいですか。市長と昔何があったんです。大学でラボのパートナーだったんだ。意気投合してね、一緒に会社を始めた。世界を変えてやるぞってね。だが違う世界を夢見てたんだよ。え、創立メンバーだったんですか。オズコープと呼ばれるのには訳がある。大学院で私たちはオーズと呼ばれてた。それにコープをつけただけ。覚えやすいだろう。なぜ辞めたんです。ノーマンは遺伝学に執着するようになった。私の倫理に反するプロジェクトを立ち上げ、しかもそれがとにかく裁判沙汰になって
示談と引き換えに会社を去ったんだよ。その金もすぐに底をついて、以来助成金頼みだ。このプロジェクトが失敗したら必ず成功します。これ直してきますね。コーヒーを入れてくるよ。なるほど。オクタビアスとオズボーンで頭文字で制御装置の診断を忘れずに頼むよ。ショートしたからだ。またパズル？やるよ。これはなんだ？まずいな。回路をリルートしなきゃ。こうかな。こう。イエーイ。多分省略したはず。いや、今度は君がやってみなさい。うん、ちょっと手のあれが気になるみたいだね。しらじらしく言ってみますよ。なんでラジコンのリモコンでそんな。次は神経インターフェース。博士一人でやるなんて無理ですよ。本気ですか？今日の大失敗を考えると無理だな。僕ならまだフリーですよ。ただ働きだぞ。分かってます。そのことは気にしないで。世界を変えるんですよ。小銭なんてどうでもいい。共に世界を変えよう。もう慣れてるし。でもなんかああいうのって、 MJ から電話だ。そろそろ行かないと。後でまた来ます。大丈夫、仕事は逃げたりしない。こういうのってリモコン操作じゃなくてさ、自分の手とつながない？素人考えだけど違うのかな。なんか頭になんか巻いたりして、なんか脳波のなんかなんちゃらかんちゃらじゃないの？そう違うの？まあ、いいか。博士は本気で人間の進化を夢見てるのかも。千手観音です。一発芸やりたいね。アドバンスアイデアメカニックス、本当にこの人たちから援助を受けて平気なんですか？怪しいって噂ですけど。エイム、贅沢は言ってられないんだよピーター。軌道に乗ったら改めて出資元を見直そう。アイアンマン3見てればわかります、エイムがどういう組織かね。まああの多分原作と違うけど。あれは？どれは？どれ？どれのこと？また、これラフト？厳重警備の刑務所から仕事？そうと、セキュリティ近代化のコンビを募っていてね。腕試しってとこさ、契約ができれば儲かるし、挑戦しがいのある難題だろう。博士は高度な非可送達システムみたいなものを開発してる。移植片拒絶を抑えるためかな。すんごい太い針、うん、まあこれが何に使われるかっていう話ですね。もう名前から察してる人が。博士、これ何ですか？鎧みたいですけど。防具の試作品だよ。実に素晴らしいだろ。 AIM が発明のサンプルを見たいと言ってな。才能を見せびらかすチャンスだろ。ああ、いやいや冗談だよ。うん、エイムがね。じゃあ行くか。よし、じゃあ変態仮面行くか。どーこだ。ほい。電話に出られなくてごめん。夕飯食べるよね？夕飯？ああ、そっか。他の用事で電話したんだけど、夕飯の時に話そう。僕が作るってことでいいんだよね？本気で？まあチャレンジさせてあげる。スーパーでちょっと買い物して家に着いたら連絡するね。オッケー、またね。よし、腕の見せ所。あの様子だとハードルは低そう。電話来るまでお助けマンしてこよっと。はい、おやすみなさい。じゃ、はい、おやすみなさい。あれ、よっと。強烈な一発で。僕には言われたくないだろうけど、
他人を殴っちゃダメだよ。そうだよ、そうだよ、じゃね、ダメだよ。なんだと、あなた浮いてますけど、こんなところも何か能力者が、雲男が通るよ。あ、徐々に下がらない。あなたは一体それをどこで身につけたんですか。もしくは何か魔術的な何かを学んでるんですか。落ちる気配がないですけど、あ、すり抜けもできるんですか。緊急事態で。スーツは触んないでね。スーツ？うん。いい天気だね。あなたはあのアベンジャーズに入る気はないですか。バックパックがビルの壁にくっついてた。あんたのか？石ぶつけられてたぞ。任せて。話す暇ないわ。イーストに行かないとなの。やめたの？パワー使うのやめたの？あなた。ねえ、やめたの？それもっと人の役に立つことしない？なんか人助けとか。しない？ねえ。MJ。お待たせ。買い物終わったよ。何作ってくれるか楽しみ。感動させるよ。今から行く。乾いた笑いしかされない。行くぜ、MJ。犯罪だな。許さないよ。トレーディングカードの交換ってわけじゃなさそう。ただのおしゃべりだ。何もあおうとなんてしてない。それって合法なお薬じゃないよね。口ばっかりのマスク野郎が。うぃー。初負けだな。通るよ。ちょっと通るよ。女の子待たせてるんで。調子が良さそうね。本物？正義の味方スパイダーマンが行くぜ。サインもらっていい？ダメ。よし、あれ危ない。ごめん、だいぶぶつけちゃったけど。お、おなじみの奇跡。おなじみのヒーローってね。あらら。あとはユリの仕事。広告塔ですね。うん。お気の毒様。やっぱね、本当はね、先についてなきゃいけないんですよ。15分前行動。ってことで。裏から入んの？これ裏？表？じゃあ服を着て、リア充タイムといきますかね。ピーター。今来たとこ。ね、聞いて、大ニュース。あなたがくれた住所、行ってみた。MJ。わかってる、でも、これ見て。これ何？まあ聞いて。この日の早い時刻。ここがピーターの見つけた場所。みんな揃って銃を持ってる。おい、ここ何なの。危ないね。乗り込んでたね。目の前にいるじゃん。ちょっとリーにつながる何かがあそこにあるかも。戻らないと。ああ、今のはたく片付けもできねえのは誰だ。ハッピーの野郎か。撃つとこだったぜ。あ、これでね、できるんだ。で、これで。そしらの顔で。こっちに来ればいいんだ。あのオフィスに入らなきゃ。ボスが見たら切れるぞ。と、今度はここか。おっと、なんというところを通らせるんですか。何作ってるんだろう。すべてリーのため。って慎重に。あ、これぶつかっちゃうまずいね。バレる。ロングバレルショットガンだから。で、これこっちからやるか。これからやると。何か。向こうで。で、おい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 、なんだよこの地雷原。そーっと行くよ。そーっとね。そーっと。こんな大きなタイヤ何使うの。おい、軽やかだね。どこにあった。ここに置いたはずだが。で、これは何ですか。
こいつはどう動くんですか。なんか落とすのある。なあ、誰かドライバーソケット持ってないか。新品の電話はいつ届く。何か聞こえた。あ、ちょっと、なんで音出んの。なんで音出んの。あっち行けばいいの。これなんだろう。もしかして不良品だったりして。なんか知らないけど行けました。オフィスは右側にあるはず。ここは慎重に行かなきゃね。ちょっと待って、なんか警戒上がってる。警戒されています。さあ、ここから。なんでボスは何でもかんでも GPS 発信機をつけてんだ。バレずに取引するためだ。グレイブダストのことは外に漏らせないか。だとしてもやりすぎだろう。だからなんだ。あ、なんか戻りそうです。危なかったです。でここは、また補給しに行く。真後ろ通って、ま、怖い。聞いたことある名前。怖いよ。何覗くの。覗き。中身は何。ボス、頼む。ミキは気づけねえよ。うわあ、うわあ、いかにも人を投げそうな顔してる。そうだな、リック。ミスがなければ気づくもクソもねえ。うわ、痛そう。チクショー、直すって言っただろう。うわうわうわ、握力で人殺せるレベルの人だ。どうなるか試してみろ。これで死んだら面白いけど、ただの自殺になっちゃう。ですね。この人知らないんだよね。何のヴィランなんだろうね。まったくがっかりだぜ。いた。あ、いた、たたたた。あらららら、ら、ああ。あらら。溶接口を探して。なんで銃ぐにやって曲がんの。おかしくね。銃弾が効かないって。なんだろうね。どういう改造されたんだろう。鍛えたんですか。それはどういうトレーニング。目の前にいる。目の前にいる。こうやって見る。さあどうだ。これはこっち。何かあった。音がした。さあどうだい。あ、いいね。おいおい、ちゃんと見てなきゃダメでしょ。ねえ、見張りはしてなきゃダメなんだよね。なんでバイク工場なの。これは青写真。これって装甲車。リーのために作ってるんだ。でもなんで装甲車なんて必要なの。他にも見つけた。それはもうなんか戦争を起こすためだよ。 GPS 発信機。あ、これさっきの話で言ってたやつ。よし、野郎ども、そろそろ行くぞ。オフィスからギアを持ってこい。行かないか。ということがあったんですよっていう。MJ、ね、どうせ二度とするなって言ってもきっと君は聞かないだろうから、ほら次はそれ持ってって。やった、ありがとう。トゥームストーンはイカれてて無敵って知ってるよね。誰でも弱点はあるでしょ。私の場合、今作ってるその料理すごくいい匂い。チキンカレー、 あとは煮込むだけ。まさか肉団子入り。あの時のことをまだ根に持ってるの。うん。かの有名な肉団子事件。ビルの住人全員避難させたよね。しかも寒い1月にご近所さんに嫌われた。え？うん、みんな別れたこと喜んでた。だよね。それでリーのオフィスで何が分かったの。リーがノーマン・オズボーンを恨んでるのは確か。でもなんで。まだ分かんない。でも次の計画にデビルズ・ブレスが絡んでる。何なんだろう。ええ、調べておく。思ったんだけど、チーム組まない？
お、助手になりたいってこと？君がスパイダーガール？スパイダーウーマンだよね。違う、助手じゃなくてパートナー。ああ、またかよ。そんな短時間で焦げるっけ。チキンカレーだよね。防犯システムから通知。空き巣だって。チャールズ・スタンディッシュ。今の携帯糸だらけになったでしょ。ああ、オズコープの CFO。 ん、待って、ねえ、これってリーに何か関係あるんじゃない？料理途中だけど。ね、もしかしてキッチンに洋服脱ぎ捨てたの？いや、ちょっと待って。このコスチュームの場合だとまた意味がだいぶ違ってくるんですけど。どこに置けばいい？ただ脱いだだけのやつじゃねえかよ。また後でね。うん。なんだこの微妙な空気。あと始末全部任せちゃったし。やば。このコスチュームにしてたせいで今の会話がちょっと変なやつになっちゃったじゃないのよ。まあいいか。